皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校第三学年社会科に、事故や事件から暮らしを守る、安全な街づくりの内容です。教科書114、115ページを開いてください。皆さんは、 真ん中にカンガルーがいて「子供を守る110番の家」と書かれている看板やステッカーを見たことがありますかこれは子供の安全を守ってくれる家やお店に貼ってありいざという時に子供たちを助けてくれるところです身近なところにも安全を守る取り組みが行われています皆さんの近所で ここのようなステッカーを見たことはありますかもし見たことないよっていう人がいたら峠下中など探してみてください。次に115ページのイラスト5を見てください。これは峠下の時間に見守り活動をしている写真です。 皆さんの地域で、峠港の時などにパトロールをしているところを見たことはありますか見たことあるよ、っていう人が多いと思います。ステッカーの他にも、安全を守る取り組みは行われていますね。では、他に安全を守る取り組みっていうのはあるのか考えてみましょう。 ででは、今日の目当てです地域の人たちは町の安全を守るためにどのような活動をしているのでしょうか調べていきましょう教科書115ページのイラスト34を見て気づいたことをノートへメモしましょう ここで一度動画を止めて、ノートへ書けたら再生をしてください。気づいたことは書けましたか115ページのイラストさんでは、地域の安全を守っているのは警察ではなく、会社やお店、学校や町内会など、地域の人も街の安全を守っているのがわかります。 またお互いの情報を伝え合っていることもわかります情報を伝える際には電話やメールを使って行われていますイラスト4では防犯カメラの表示が載っています街の安全を守るために防犯カメラを設置してある地域もあります皆さんが生活している地域はどうですか 防犯カメラなどが設置してあるか、見てみましょう。このように、事故や事件が起こらないよう、警察だけではなく、地域の人も協力し合って、安全を守っています。では、今日のまとめです。地域の安全を守るために、子ども百等番など、 警察と地域の人々が協力をしているみんなで安全な街にできるといいですねこれで事故や事件から暮らしを守る安全な街づくりを終わりにします